とうとう海外で超有名なホラーゲーム、そして日本でもかなり有名になったファイブナイツアットフレディーズ本家ですね。今回こちらのホラーゲーム実況プレイやっていこうかなと思います。はい、あ、挨拶忘れてた。ようこそ、ゲストの皆さんもこんにちは、小田健です。今回も楽しいゲームを一緒にやってこせ。よし、今までね、多分あれだね、一番リクエストが多かったホラーゲームですね、こちらのファイブナイツアットフレディーズは。はい、では早速やっていきましょうか。ニューゲーム全部クリアは目指せないと思うんだけど、まあ、とりあえずね楽しみながらやっていこうかなと思います。はい、結構難しいんでしょこれって。でさ、俺このゲームやる前にルール見ようかなと思ったんだけど、何にも見ないでやってみようかなと思って今撮ってます。無知です。はい、もうルールが全然分かってないんで、そこのとこよろしくお願いしますね。はい、お電話が来ております。どこで出るんですか。あ、E ボタンでいいんだ。はい、こんな感じです。こんな感じで何も把握してないんで気をつけてね。そして怖いのが苦手な方、急にドーンってくるのが苦手な方はね、気をつけてください。閲覧注意で。そして僕高確率でホラーゲーム絶叫してしまうんで、鼓膜崩壊注意で、音量注意ね、お願いします。はい、なんだ、何か映ってんな。ここに映ったやつが出てない今。何これ、あれか。あー、なるほど、ファンゲームで散々やってきたからなんとなくわかるぜ俺。こうやって見てくんだろ。で、あれだよね、6時までかな、これ U って書いてある。これが俺がいる場所ね。なるほど、この両サイドまでこのキャラクターたちが来たら扉を閉じる的な感じだったよね。あー、しまった、こういう感じか。これ下の何、え、これどうすんの。え、こんな機能知らないんだけど俺。こっちもあるね。はい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 。あー、明かりつけてやつらの場所を把握しろよこの野郎みたいな感じだよね多分。でカメラを見ながらやつらの動きをよーく見て、いたね、ここにいっぱいいるね。これ何、仮面、どこだ。あ、これ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 、めっちゃいるじゃん。こやつらが本体だよね、襲ってくんの。はい、うん、てか本当に電話の人と長電話だね。もう1時になっちゃったよ。恋人かお前ら、遠距離恋愛中の恋人かお前ら。丁寧にルールを説明してくれてるんだろうけど、俺英文読まねえから、読まねえという名の読めねえだから、よろしく。これは全体見ればいいの。はい、ここなんでこんな真っ暗なの。カメラ6。てかさ、モノクロで分かりづれえな。モノクロ、若干色ある。若干色あるけど分かりづれえよこれ。はい、なるほどね、こうやって素早い動きが問われるって感じね。はいはい、了解です、分かりました。切れるもうこれ。だいぶ話してるよこの人と。あ、わった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 、俺の願いが通じた、ありがとう。はい、パワー69。これ何、あ、ちょっとこの、あ、こっちでもカチャってなっちゃうんだ、この辺でしてやっても。なるほどね、この枠内だけかと思ったら。さあ、なんか音聞こえるんだけど、ダブ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 聞こえる。なになになに、え、もういるこれ、ひょっとしてこれずっとライトつけとけばいいんじゃない。あ、つかないのか、ずっとは。はいはい、え、なになになにこれ、やむ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 みたいな聞こえるんだけど、皆さん聞こえます。ん、あ、いない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 、いなくなってる、ボニーがいない。ん、僕超特急シリーズっていう、帰れ
僕超特急シリーズっていうゲームをねやってて、それでファイブナイツアットフレディーズのキャラはある程度知ってるって感じですね。はい。で、ん、なんか光んなかった、ここ光ってねえか、気のせいか。あ、いるいるで、ここにパーティー会場みたいなところに一人で悲しくいるね。何してんのあいつ。ボニーは婚活パーティー中ですか、かっこ一人。他のやつらは動くの、最初はボニーだけみたいな。めっちゃ面白くなってきてんじゃん、ワクワクしてきたぜ。ボニーなんて来たら俺が勝ってやるよ。全然来ねえじゃねえかこいつ、どっからでもかかってこい、俺が相手してやるよ。てめえのその耳引きちぎってやるからな。このパワーって何？よくわかんないんだけど。いなくなってる。てか手前にいるね。はい。これ難易度設定とかあんの？これ何もいじんないでやってるんだけどさ。これノーマルになってんのかな？音する音する、なんか。ガシャンガシャンガシャンって聞こえた。はいはい。うん、待って、一体になってる。ボニーは相変わらずあそこにいて、なんかガチャガチャ聞こえない？気のせい？え、どこにいんだ？ボニーは？あ、まだいるね。え、どこに行ったの？ひよこ！地下どこに行った？大丈夫、大丈夫ですかこれ。ああ、フレディもこっち見てるからね、もうずっと。私はどうすればいいのでしょうか。音怖えな。僕ね、大音量でプレイしてます。ぜひね、皆さんも大音量で聞いてください。あの、鼓膜の保証はできませんが、あの、自己責任でお願いしますね。大音量で見る方は。音が怖いよ、それ。音怖いって。まだ一回もドア閉めてないんだけど、これ。いい加減来いよ。あ、ちょっと動いたね。あ、待って、やばい、地形、地下だけに。もう、そっちにいるよね、これ。隣の隣や。さあ、来るかな、来るかな、あいつ。でももう5時だよ。これさ、一日目は一回も襲われないみたいな感じなの？そんなことない？うわ、いなくなってる。え、どこ行った？あー、移動してるね。ん？違うキャラが来てんのか？なんか音楽聞こえんだけど。何してんだ、お前。チラーじゃねえよ。チラーじゃねえよ。僕の右肩、綺麗いいじゃねえよ。マジで。怖いな。全然来ない。え、こんな来ないことある？俺運いいのこれ。全然来てないよ。フレディ全然動いてねえじゃん。ボニーどこ行った、あいつ。ん？やり方間違ってる俺。合ってます？え？イエーイ！一夜目。結構、余裕中の余裕だったね、今の。動きは激しかったけど、大変かなと思ったけど、え、こんな感じなの？出ろ、出ろ。あれ、E ボタンで出れねえんだけど。あ、自動で出んのか、これ。はいはい。また2日目の説明ですか？ルール変わるの？それともまた恋バナするの？次、いつ会える？みたいな。え、主人公女じゃなかったらやばいぞ、これ。男同士の長電話って。
凄まじいな、それ。はい。あ、もう動いてる。説明中に動くことなかったよね。はえな、ボニー。てか、フォクシーいなくない？フォクシーってめっちゃ速いんでしょ？さっき言った超特急シリーズでもね、群を抜いて速かったんですよ。走る速度が。もう近くにいるとこ？ここ謎なんだよね。ここライトつけたりとかできんのかな？説明終わりましたね。これも気になるね、このカーテン。開くのかな？ボニーは動いてない。2体もこのままか。え、若干動いてね。気のせいか。てかさ、今のマップ見ないでもずっとこうやってればいいんじゃない？来た瞬間扉閉めるみたいな。まあいいや、とりあえず今んとこは余裕なんで、こうやって見ながらやっていきましょうか。うん。ボニー来たり下がったりなんだよな。目の前まで来ることってまだ地下が初だよね。隣の隣の部屋、ここ4カメですね。それ以外ないもんな。来てるな、来てるな。誰が来てんだこれ。あ、ボニーか。ボニーがもう近いから閉めとく。もこれ閉めたらこのパワーってのが減り早くなるとか、どうなんでしょう。うわ、なんか音楽近い。あ、いるいるいる、目の前、隣の部屋。ええ、どういうことどういうこと、ここにいるってこと今。え、逆？え、あ、いなくなってる。下がったのか、まさかのシャイ。シャイなウサちゃんだった。ん？え、ボニーがいない。どこ？え、なんか曲がすげえ近くで聞こえんだけど。ああ！ほら、ほら、ほら、ほら！目の前にいた！え、こういう感じ？初ご対面だったね、今。ああ、びっくりした。なるほどね。了解、理解した。とりあえず、怖いってのは理解した。しかも動いてんな。俺の右肩綺麗みたいな感じになってんな。おめえの右肩なんか見たくねえよ。誰が見たいのそれ。あ、もういる、隣にいる。いきますよ、せーの、パチャ。いない。すぐ来るからな。なんか映んなくなってる。閉めとくか。怖え。え、なんで映んなかったの今ここ。あ、離れた離れた離れた。はい、これでいいのかな。あ、やべえ。ってかマジで大音量でプレイするべきじゃなかったこれ。何やってんの俺。プロ魂見せすぎでしょ。ねえ。そう、皆さんに新鮮な僕の絶叫をお届けするためにね、今大音量でプレイしております、はい、鮮度抜群の絶叫をね、先ほどもお届けしたと思うんですが、皆さんの鼓膜は大丈夫でしょうか、はい、鼓膜の替えは僕は持ち合わせてないので、皆さんお近くの薬局まで買いに行ってください。さて、4時になったぞ。まだ1回しか来てねえからな。全然ご対面してねえからな、これ。あ、いる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 。真下にいんじゃん。はいはい。あ、やばい！待って、こっちにチカリヌスがいる。チカリヌスが、かわいいじゃねえか。めっちゃ見てんじゃん。早く帰ってくれよ。頼むから。長えな、お前。早く帰れ。そんな長くいる必要ねえだろ、ここで。え、めっちゃ長えじゃん、こいつ。どんだけ長いすんの？迷惑なんだけど。お前、あれだろ。無駄に長いして、人んちの晩ご飯待ってる人だろ。
今日の晩ご飯カレーライスかなみたいな、やめろそれ、その感じやめろ。てかもうパワーが 4% になっちゃったんだけど、まだこいついる。え、これいいの？え、どういうことどういうこと。こうカメラをわっしょいわっしょいして見ないと消えないと思ったらいるわ。ずーっと晩ご飯待ってんだもんこいつ。パワー切れたね。何かな、誰なのかな君は。なんで止まったのこれ。ん？動ける、一応さえ見れるよ。あぁ心臓に悪いみんなの鼓膜にも非常に良くない大音量で見てって言ったけど、やめといた方がいいちょっとみんなの耳気遣わして、大音量で見ない方がいいマジか。てかさ、これ一夜が長くねこんな長えの一夜、びっくりなんだけど俺。はい、今2時なんですが、結構迫ってきてますね。チカももうここにいるんですよ。ボニー2回目の登場ですね。なんかさっきより難易度上がってる気がする。これ運ゲーなのか、どうなんだ、説明してくれチカ。ボニーお前でもいいぞ今のチラリズムちょっと切ないよねすぐ締められちゃうから。もういる、さすがにもういないだろ、もういないよ絶対。おお、よかったいなくて。なんか正直なところいるんかいっていうオチにしたかったんだけどまだいるんかいみたいな、ね、あ、ちけえな、地下だけに寒い寒い、めっちゃ寒い、凍えた俺今。ちょっと待てよ、これ何、近い時どうすればいいの。ちょっと皆さんヒントを送れやす。ん、あ、いなくなってる語りじゃねえ。はい、ちょっと待って、フォクシーさっきいなかったよねここに。こっから出てくんのか。で、超特急やってた時、何回超特急って言うんだこのゲームで超特急のシリーズやってた時、フォクシーのコメントで、皆さんのコメントでよく盗塁王って書いてあったんですよ。どういうこと？なんか早いから。ちょっと待って、なんとなく分かった気がする。これさ、こっちの様子伺っているってこと？え、結構早く来んの盗塁王ってことは言い過ぎだよお前。え、なんで閉まんない、やばいんじゃないもうこれ。え、なんで閉まんないの。え、開け閉めしすぎたこれ。あ、あこのいきなり来るの慣れねえな急にドーンは慣れねえわ、うん、フォクシーどうなんだろうねあれ、めっちゃ覗いてたけど。5時、もうこれできなかったらもうこれで終わり。結構死んだ、言うてあれからまだ2回ぐらいしか2、3回ぐらいしかしてないけど。来てるよ来てるよ。こいつ何、どうすんの。ずっと覗いてんだけどチラーみたいな感じで。うわ、近えなあ、近い。もう何回かね、地下攻めてきてるんですよ。よし、オッケー！てか、ゼロパーになってんだけど、パワー。うわぁ。どうしろって言うんですか？
めっちゃ足音するんだけど、これもう動くことできないよね。何もできないから、あー、もうこのまま放っておきましょう。うん、でドーンってくるよみんな。はい、いやー、なかなか大変だねこれ。こんな感じなんだね、ファイブナイツアットフレディーズ。はい、本家が知れてよかったです。はい、ということでこの動画がちょっとでもいいと思ったらいいねボタン押してくれると嬉しいです。またね、この動画が、好評だったら次回もねやっていこうかなと思います。クリアできるかわかんねえけどな。結構僕にとっては難しかったです。はい、皆さんは余裕ですかこのゲーム。結構な方がやってるんじゃないですかね。はい、皆さんの感想お待ちしております。ではここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。